皆さんこんにちはそれでは平成30年論文本試験出題の趣旨の分析と対策講座を始めます企業法担当いたしますのはレクセン講師の森村ですそれでは問題をご覧ください、えー、と問題をお読みになってないということを前提に問題を問題文を読んでいきます えと論文の本試験で問われている能力というのは3つありまして1つが問題文の解析力ですねで2つ目が答案構成力3番目が答案作成力ということになります。で本試験で初めて見るのがこの本試験の問題ですのでえその最初のですね1番目の問題文の解析力というのが非常に大事になってきます。問題文を解析してそこからですね 論点ですね。採点最適ポイントを見つけ出して、それを答案構成、答案の目次を作成するというこの一番目の能力と二番目の能力というのが非常に重要なものとなってきます。で、そういう観点からまず問題文を見ていきましょう。出題形式としましては、あ、まず下まで写しちゃいますか。問題文を読むときにその大事な ポイントについて、えー、マーカーを引いててマーーカを引ありますで、論文問題っていうのはご存知のように制度説明型問題と論点型問題に分かれるわけですけれども、えー、本文の問題1が制、えー、度説明型問題ですね。で、えー、問題2が論点型問題にプラスして制度説明型問題がくっついてます。 でこれは何でこういうふうに分けるかというとそれぞれ答案構成の形が違うからですね。論点型の問題ですと、えー、問題提起規範定律当てはめ結論というその3部構成を取りますし、えー、制度説明型の問題ですとまあ単純に条文を書いてその趣旨を書くという感じになるわけですね。で、えー、論点としましては、えー、資金調達の分野からの取材です。 で問題1が現物出資ですね。その中のいわゆるデッドエクイティスワップと言われているものです。で問題2は仮想払い込みの問題ということです。では問題部見ていきましょう、えー。公株式会社は公開会社でなくではなく取締役会設置会社でもないと。でこれは募集う株式の発行の問題ですので公開会社でないということは、えー、募集事項の決定は 株主総会の特別決議が原則として必要であるということになりますよね。えー、条文でいきますと、えー、199条2項、199条2項で、えー、公開会社でない株式会社においては、募集株式の募集事項の決定は株主総会の特別決議によらなければならないということになります。で、まああの公開会社でないってことは、えー、全株式譲渡制限会社で あるということでもありますねで取締役会設置会社でもないまあ、これは、えー、特にまあ問題はないですけども、えー、ですから当然募集事項の決定等は株主総会でそれは決めなきゃいけませんねということですで、公会社の株主は ab および c の3名であり公会社の代表取締役は a 取締役は b であると 次段落がありましてその代表取締役である A および平取りである B は高会社が募集株式の発行を行って資本金の額を増加させることで会社の信用力を強化し取引先を拡大したいと考えた、まあ、特によこしまな理由はないんですね誰かかの,、えー、その持ち株比率を低下させててやろうとかっていうことといいこは考えてないわけですね。 で、そこで代表取締役である A は航会社の株主総会を開催し100株の募集株式を発行すること全部で100株ですね。で丸2募集株式の払い込み金額を1株について100万円とすることで、丸3一部の募集株式については A が航会社に対して有する貸付債権5,000万円を出資の目的とし本件 債券の価格を五千万円とすることで、五千万円の債券について、五千万円というふうに評価するわけですから。これは、帳簿価格を超えてないということですね。で、丸四、A および B は、各五十株の募集株式を引き受けることを,を提案したと。と、まず、B に A ですね、ごめんなさい。A については、現金ではなくて。 高会社に対して有している金銭債権5,000万円を出資の目的とするわけですけれども A は50株引き受けていると。で払い込み1株の払い込み金額が100万円ですから100万円かける5 0で5,000万円という価格はこれは不公正なな払いいい込み金額でではないとということですねだから212条は考えなくていいよっていう。 えー、そういういことが問題文に書いてあります、まあ、問題文はあのこれは書かないでいいよっていう、まあ、いわゆるネガティブリストとこれは書いてねっていうポジティブリストの集合なんですよね。で、まあ、ネガティブリストについては書かなくていいわけですからそこに気づかなくても特に問題はないっちゃないんですけども、まあ、もちろんそれが問題文に今ここに書いてある問題文が何を要求しているのかということが分かった方がそれは安心して答案構成できますのでね。 そういうところもできれば気をつけて読んでいただきたいと思います。で、本件えー、とで丸4ですね。丸 4a および b は各50株の募集株式を引き受けることを提案したで、その後上記提案は ab および c の全員の賛成により可決承認されたということは、この募集株式の発行手続きは適法であるということです。ここまで何の問題もないです。で、なお、丸1の株式の数は子会社の発行済株式の総数と同じであり。 これ何言ってるんでしょうかというと本文これ原、えー、物出資ですからね原物出資の場合には原則として検査査の調査が要求されてましたよ、ねえー、条文文文字の方は207条9項207条を見ていただきますと、えー、検査薬の調査が必要であるとただし9項で9項で1号から5号までに、えー、検査薬の調査が免除される場合っていうのが出てきてますよね。 その一号ちょっと見ていただきましょうか。二百七条二百七十の九項で、その一号に一号にですね、募集株式の引き受け人に割り当てる株式の総数が発行済み株式の総数の十分の一を超えない場合については、検査役の調査はいりませんよっていうふうに書いてますよね。で、その一号の適用がないっていうことがこの名を書き。 に名をきの最初に書いてあるわけですね。丸一の株式の数は公害所の発行株式発行済株式の総数と同じでありということですから、二百七十九項一号は適用がないということですよね。さらに言えばついでですから見ておきますと二百七十九項の今度二号こちら小額財産の免除ということになってます。 でそこを見てみますとその総額が原物出資の総額が500万円を超えない場合ってなってますけども本門の場合には5,000万円ですから超えちゃってますので2号も適用がないいっていうことですよね。さらに3号を見ていますと原物出資財産が市場価格のある有価証券である場合ですけれども本門は市場価格のある有価証券ではないですから3号も適用がないといととうことですねで。さらに4号を見ていきますと4号は弁護士等の、えー、その あれですね、えー、証明を受けた場合ですけれどもそれについては何にも書いてないですねで、書いてないってことは証明があるかないかわからないわけですからだからそれについては、えー、あった場合は、えー、免除されますよっていうのは一言書いた方がいいってことですよねそして最後の5号なんですけれども、えー、読んでみますと現物資材さんが株式会社に対する金銭債権であって当該金銭債権について定められたその価格が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 このの場合は検査薬の調査調が免除されますよと。ただし括弧書きで弁済機が到来しているものに限るっていうふうに書いてますあ。まさに本文はこの問題だなっていうことがここまで読んでくるとわかるわけですね。はい、で段落がありまして次に次にですね、えー、ここですね次に。 A 及び B は上記株主総会の終結後に相談して五 a は本件債権のみを出資し金銭の出資は行わないこと六 b は出資を行うだけの十分な資産を持っていないことから A が公会社の保有する現金5,000万円を B に交付し B がその金印の全額を公会社への出資の履行に充てることを決定したと。でこれはは B というのはですね 会社資金による払い込みをなしてますよね。ってことは、これ、仮想払い込みだなっていうことになってきます。で仮想払い込みに関しましては、平成二十六年の改正でできた。条文二百十三条の三っていう条文がありますから、二百十三条の二とか三ですね。二百十三条の二、あるいは三っていうところがありますからあ。そこを書いてねっていう話になってきますよね。だから、ここまで読んだだけでも、本文では問題文じっくり読み込んでいけば。 書くべき論点あるいは書かなくていい論点というのがはっきりするということになるわけですねでは問題文を進めていきますとこの場合において次の問題1及び問題2に答えなさいで問題112行あります回答欄は12行 A が本件債権を出資するために減るべき会社法上の手続きについてこれは検査役の調査がそれはメインになりますけれども検査役の調査に限定してありませんから。 それ以外の手続きについてもやはり書くべきですよねもちろん行数との関係ですけども12行あれば他の手続きももちろん書けます本件債権の弁済期が到来している場合とまだ到来していない場合とに分けて説明しなさいで、さっき見ました207条の9項5号で過去書きの中に弁済期が到来しているかしてないかで検査役の調査が必要なのか 免除が免除することができるのかということが分かれますからそこのところはしっかり書いてねということですよね逆に言うと分けて説明しなさいって書いてますけども検査役の調査以外の手続きというのは共通してますからそれはだから最初にまとめて書いちゃった方がいいでしょうねってことになりますよねで次問題に B が上記06の出資の履行により取得した株式の払込みについてこれがだから仮想払込みなんですよね B および A は公会社に対して会社法上どのような責任を負うか論じなさいと。でこちらの方はえ,ー、<laughs> えっと仮想払い込みについての213条の2っていう条文があるわけですね。でそこに、えー、もう書いてあります。えー、いいですか213条の2の1項で「募集株式の引き受け人は次の覚悟に掲げる場合には株式会社に対し当該覚悟に定める行為をする」 義務を負うっていうふうに書いてありまして、そして1号で払い込みの仮装をした場合、払い込みの仮装をした場合には払い込みを仮装した払い込み金額の全額の支払いをしなきゃいけませんよっていうふうに書いてあるわけですね。で、そのような責任を負うか論じなさいっていうことなので、まあ一応論じなさいって書いてますので、ここはあの論点型風の問題提起にはしてあります。ありますけど、まあこれは。 大した大きな論点があるわけじゃありませんので普通に制度説明型の問題で書いてもらってもらって書いてもらって結構ですね。でこの仮想払い込みに関与した取締役であることは間違いありませんのでこれは次の条文213条の3という条文で出資の履行を仮想した場合の取締役等の責任を負うとつまりその仮想払い込みをした と B, とね、B と同じ責任を負うということになるわけですよね。でさらにまあ両者は連帯責任を負うということも、えー、規定があります。でまた え最後の部分ですね当該募集株式の発行の後最初に開催される郊外社の株主総会において b は上記丸6の出資の履行により取得した50株について議決権を行使することができるか論じなさいこれを論じなさいって書いてますけども別に論点でも何でもないんですね209条2項に209条2項というところに書いてあります、えー、それは支払い義務を果たすまでは議決権等の権利行使することできませんよっていうふうに書いてますよねでこの B という人からさらに C が株式譲り受けたっていうことになると話はややこしくなりますけどもそういう C も出てきませんので B のところにとどまってますので普通に292個を書いてもらえばいいっていうことになりますよね。はい、で問題文の解析をするとこういうことがわかるわけですね。じゃあ試験委員の先生はこの問題文に対してどういうことを書けというふうに要求してるんでしょうかというのが出題の趣旨です。 これは金融庁の方からってことはまあ試験員の先生の方から発表されているものですよね。でそれを見ていただきますと、まあ、大体今話したのと同じようなことですよね。まず第1問の問題1は「現物出資に該当しますね」と。で「会社法207条の手続き」つまり検査役の選任の申し立ての手続きですよね。それを検討することとなると。 これだけ検討すればいいっていうわけじゃなくてこれは当然検討してねっていうことで取材の趣旨は書いてあるわけですからそれ以外の手続きもやはり行数的に考えれば書くべきだと思います。次に本件債権の弁済期が到来していれば現部出資財産の価格というのが当該債権に代わる負債の帳簿価格と同額に定められているからつまり超えてないから会社法279項5号により道場の手続きは不要となる。つまり、 弁済期が到来している場合は、この5号によって検査役の専任の申し立て等の手続きは不要であるということになってきます。これに対して弁済期が未到来の場合には括弧書きで。 検査薬の調査が免除されるという規定がの適用が排除されてますからだから原則として道場の手続きが必要となるってわけですねつまり検査薬の専任調査が必要となるということです。で最もでこれがだからさっき言ったように、えー、検査薬の調査の免除の場合は1号から5号までありますけれども5号についてはもちろん直接 問題になってますけどで1号2号3号というのは適用にならないってことが問題文のそのネガティブリストから分かるわけですね。と残った4号についてはどうなのかっていうとその専門家の証明については受けたかどうかは問題文に分かりませんからだからさっきも言いましたように専門家の証明を受けた場合にはというふうに限定して手続きは不要であるというふうに書いてもらえばいいですよね。はい、で次問題2です で問題にまず B ののの負負ううう責責任任 A といいを分けて書いて書いきますますず B については B の払い込んだ金印は金でってお金のことです金銭というのと同じです金印は公会社を出所とするもの出所とするものであり B は実質的には経済的な出演をし,てしたということはできないと実質的にお金出してないしかも公会社も経済的な給付を受けたということはできないと。 そういう理由で出資の履行は仮想によるものと言えると、ということはこの二点が二点が、えー、仮想払い込みのまあ要件ということになるわけですね。まあ二点というかまああの裏と表から表現しているだけで同じなんですけどね。えー、だからこここれをですね、えー、規範として基準としてこういう払い込みが仮想払い込みなんだというふうに、えー、まあ掛けということですよね。 あるいはまあ行数考えればえちょっと規範定律して当てはめ結論で分けて書くのは大変でしたらもうこれをそのまま認定してこういうような払い込みはえ仮想払い込みに当たると本物のこういう払い込みは仮想払い込みに当たるという認定だけでもいいと思います。でそのため結論です。そのため B は会社法213条の2第1項1号に基づく責任を負うことになります。つまり仮想した払い込み金額を支払う責任を負うわけですね。 でまた A は, A は代表取締役です当該出資の履行の仮想に関与した取締役にあたるということですのでそのことについて職務を行うについて注意を怠らなかったこととは言えないからその A も後外者に対して責任を負ううということになりますでこの注意を怠らなかったっていう話が出てくるのはこれは要するに A の責任が過失責任だってことですよね。だととすれればそれとの対比で B の責任は無回数責任であるということも一言書いた方がいいでしょうねだいたいですね責任まで来たらその責任が回数責任なのか無回責任なのかっていうのは書いた方がいいことは多いですねここでもそうしていますで次 B と A の責任は連帯するということですけどもこれはちょっと行数の関係で書けなかったんですけど回答には書いてないんですけどもまあ試験員は要求してたということですよねで段落ありましてこの時会社法292項により B はその引き受けた株式について株主の権利を行使することが制限され B または A が上記の責任を高会社に対して果たすまでは B は50株について株主総会で議決権を行使することができないとまあこれ名分の規定がありますからここはもう後半特に解釈争いありませんからね制度説明型問題として書いてもらえばいいということになります。でこういうことをこういうことをえ答案の目次として書いたものが答案構成。 とでこれをだから皆さんも本試験でで、えー、書くことになるわけですね今までやってきた作業が問題文の解析という作業でこれから見ていく作業が作業というか、えー、ものが答案構成ってことこになりま,すでまずは現物出資デッドエクイティスワップの手続きでまずは共通するものを書いておきましょうと。 つまり弁が到来していても到来来ししてててていいももなくても共通の手続ききを最初に書いておきましょう。その上で「弁済期到来の有無で分かれる手続きについてそれはまあ検査役の調査の要否ってことになるんですけどもそれを次に書いていくことになりますね。でまず縦位置の「共通の手続き」としましてはまず本文が現物出資であると。<laughs> 条文上は「現物出資」って言葉がないですから金銭以外の財産を出資の目的とする時っていうふうに まあ現物出資で書いてもいいんですけどね。これが要するに、えー、現物出資であると、現物出資であるということを書いてもらいます。つまり百九十九条一項三号の三号に当たるということですね。で、それがあそう現物出資に当たりますと当然現物出資に当たるよってことと当該財産の価額その他の募集事項について 決めなきゃいけないわけですけども公会社は非公開会社ですから株主総会の特別決議によって決めなきゃいけないというのはやはり書いておいたほがいいでしょうね、えー、条文は199条2項とそして392項5号ということになりますそしてさらに、えー、その募集事項を決定しましたらそれを通知しなきゃいけませんよね、えー、でそれで、えー、その これで良かったら申し込んでねっていう。まず要するに募集っていう手続きをするわけですよね。で、それについては23条1項2条文があります。で、その会社側が募集の通知をすれば、えー、それに応じて、例えば a による払い込みい払い込みじゃない。ごめんなさい。申し込みですよね。申し込みがなされるというのが23条の2項ってことになりますよね。そして、さらに会社はそれに対して、えー、割り当てなきゃいけませんから、24条1項も書くってことです。 そして本文では、えー、全ての株式というのが譲渡制限株式ですからこの割り当ての手続きも株主総会の特別決議が必要ですねっていうことを、えー、書いてもらいますここまでが共通の手続きですよねここのところはなかなかしっかり書けた人はあまり少なかったんじゃないかと思うんですよねただこれ書いとくこれはしっかり書いておけば点数はかなりいい点数が来たんじゃないかと思いますで次が本文で 書くべきメイン論点ですね。それが弁済期到来の有無によって検査局の調査が必要であったり不要であったりするわけです。で、そのためには、その検査局の調査のが不要であると言えるためには、えー、まずその目的が下物主の目的が当該株式会社に対する金銭債権であって、しかもその価額が負債の帳簿価額を超えない場合、この要件が必要になってきますよね。 本文はそれに当たるんですよってことを、これをまず認定しなきゃいけません。当案上で明示すると。でそのことによって初めて弁済機の到来の有無によって検査役の調査が免除されるかどうかですね。もっと言えば弁済機がさらに2つ目の意見として到来していれば、検査役専任の申し立ては不要であるということになってきます。これに対して弁済機が未到来であれば、えー、弁護士等の証明がなければ、 検査役のの専任申立てててはしななけけければいいませんねっっう話になってくるわけですね。でここまで来て条文が出てきましたからこの条文についてですね趣旨を書かなきゃいけませんそうすると趣旨は何ですかっていうとなぜ弁済期が到来している場合だけ検査薬の調査が不要になるのかというとここに書いてますようにその場合には弁済しなければならない科学は確定しているから評価の適正性の問題がないってことですよね。 これ昔はその資本充実の原則から説明されていたわけですけども現在では現物種子に対する厳格な規制の趣旨というのは設立段階においても募集株式の発行段階においても価値移転の防止であるということですねつまり株式を引き受ける者相互間の不公平をなくすっていうことにあるわけですからだからその観点から書いていただくということになるわけですね。 はい、で,問題,の2で,すで問題の2が一、えー、と二がこれこれがまあ一応論点型の問題なんですよ、えー。ほとんど争いないんですけどね。で、A、B ですよね。B と A がそれぞれどんな責任を負うかと。で B についてはまず213条の2の1項1号で当然その。えー 仮装した額について責任を負うわけですよねでここで一応ですね問題提起安定率当てはめ結論という形でまあ、論点型の問題の答案構成にしてますで213条の2の1項1号を見ていただきますとですね、えー、そこに要件が読み取れますでしょうかねまずいいですか213条の2ですね213条の2の1 1> 号,1号でさっきも見た条文ですけどもまず1個柱から見ていきますと「募集株式の引き受け人は」って書いてますからまず当然これ要件ですよね当たり前ですけどもその仮想払い込みの責任を負うの誰ですかそれは募集株式の引き受け人ですとだから本文の、A、B が募集株式の引き受けけ人に当たるかかことを一応書なないとい,けないですねでその上でメインは払い込みを仮装したと言えるかどうかですよね。 つまり募集株式の引き受け人であるということとさらに仮想の払い込みにあたるかで募集株式の引き受け人にあたるってことはまあ認定しちゃえばいいです特に争いがあるわけじゃないです。で,で大事なところはその仮想にあたるかどうかということでそれは基準は払い込みに至る諸事情を踏まえ実質的に判断この実質的にっていうところですよねで。その観点から見てみると本文では 公会社の現金が B に交付されてそれが出資の履行に当てられているわけですから実質的に新たな払い込みがないってことですよねだから払い込み金額5000万円について支払う責任をつまり仮想に当たるんだっていうここを書いてもらうここはまあ得点を得るポイントってことになってきますねあとはまあ責任が来ましたから無貸し責任ってのは一言書いておきましょうってことですよねで次 A の、えー 責任ですけれどもこちらは213条の3の1項に規定があるんですけども解釈の余地がないんですよどこにも解釈する必要がないのでだからもうあとは、えー、この上の2行この部分がこれが当てはめです認定ですよねでここが結論です行数もないことなのでこんな感じの構成になります。であとは えその B との対比で A は過失責任ですよってことは書いておきましょうってことです。ことです。本当は連帯責任を負うってことも書けばよかったんでしょうけどまあ行数的にちょっとギリギリだったのでそこは省略しました。で最後の「縦3がこれが制度説明型問題ですよね。仮想払い込みによって発行された株式による議決権行使の可否ですけどもこれはまあ209条2項に条文がありますねとつまり責任が履行されれば議決権を行使できる。 逆に言えば責任が履行されない限り意見権は行使できないということになりますよねでもうここまでくればこれがだから本試験で問題文の解析から答案構成ができればですねあともう回答を書くのはそれそのまま書いていけばいいんですよ特に制度説明型問題ってのはその条文がどこにあるかってことさえ分かればですねそれを要約して書いちゃえばそれでもう答案になりますからね でしょうかね、時間もあんまり長くやっててもしょうがないので、えー、まあ移すだけにしますけども要するにこれが現物出資ってことですよねで現物出資ですので定めなきゃいけないのはその旨並びに当該財産の内容及び科学ですよね。そして、えー、次の手続きとしてはそ,そ,のそういった募集事項を に通知しなきゃいけないっていうことですね。で、ここまでが共通の手続きですよね。で、縦には今度は、えー、その弁済期が到来しているか否かで、えー、異なってくる手続きですね。で、弁済期が到来している場合には、検査役の調査は不要であるとで、これに対して弁済期が到来していない場合は、えー、弁護士等の証明を受けた場合でなければ。 検査査の調査は原則通り必要でですすよっててことを書いいいもらえばいいですねだからこういう制度説明型問題ってのは要するに条文を探せるかどうかですよね。であとはまあ趣旨を書くべき、えー、条文、まあ、全部についてもちろん趣旨書く必要もないですからここだとやっぱりメイン論点であるこの検査役の調査がなぜ省略が容認されるのかっていうところそれが評価の適正性っていう言葉がこう 書いてあると決まりますよね。はい、これが問題一ですね。問題二です。で縦一縦二が論点型の問題で、で縦三が制度説明型問題ですよね。だからその答案構成通り見ていきますと。 まあ内容は後でこれはあのウェブ上にアップされてると思いますので見て頂ければと思いますが最初の2行がこれが問題定義ですよね。問題定義ね。これで「思うに」以降のこの2行がこれが規範定義ですよね。まあ基準立てるってことですよね。で次の4行が えー、当てはめ結論四行五行か一二三四五行ですね。ここが全部これが、えー、当て結ですよね。こういうことになってます。で縦に今度 A の責任については、えー、まあいつものようにこの鍵括弧が問題提起部分なのでここまでが問題提起です。 ここまでが問題提起ですねそしてここに入るべきですね、えー、規範定律は不要ですよね解釈のだって必要なものが何にもないですもん規範定律不要それでここから当てはめですよねここからずっと当てはめえーっと ここからずっとも全部当てはめ結論ということになってきますよろしいですかねはい。まあこれがえ第一問取材の趣旨から見てえ問題文を解析して答案構成をしてそして回答を書くというそういう作業ですね で、次が、えー、問題の第二問ですね。では、これも問題文を読んでいきましょう。まず、取材分野は。組織再編から出てますね。で、問題一が、ええー、従業。 問題2が20行ももありますすねね両方とも精度説明型問題です、ね、なかなか珍しいですよねこんなにたくさん制度説明型問題ばっかり聞かれてっていうのは、まあ、現場でだから相当条文を探さなきゃいけなかったっていうそういう年でしたね。では問題文見ていきましょう。 えー、オツ株式会社とヘ株式会社はいずれも公開会社であるが種類株式発行会社ではないとで、公開会社であるがっていうのは取締役会設置会社ですよということですで、種類株式発行会社でないっていうのはこれは考慮不要ということですねまあ、普通はあの公開会社であった種類株式発行会社でないってことは全株式上都自由の株式しか発行してないっていことを意味するわけですけどもほぼ組織再編ですのでそこ特に関係ないので ここは単に取締役会設置会社であり、種類株式については考慮しなくていいですよってことだけ言ってるだけですね。で次、オツ会社と並会社との間には株式保有関係はないと。これはあの特別利害関係人の話は書かなくていいですよっていうことになってきます。<laughs> あの組織再編でそれぞれの当事会社が株式を持ち合ってたりする場合にはですね、あるいは一方の株式を持ってた場合。 についてはその株主総会の承認決議において特別利害関係人による議決権行使でのが問題になってくる可能性があるんですけどもそこは書かなくていいですよって話ですねで段落変わりまして老会社と弊会社は吸収合併を行うことを計画し計画したのどこですかってこれ取締役会なんですね公開会社ですから。 で、吸収合併契約を締結した。誰が締結したんですかというと、代表者ですよね。まあ、普通、代表取締役ですよね。で、会社法の規定に従い、それぞれの株主総会の決議によって本件合併契約の承認を受けたと。株主総会による承認ですよね。実は、合併の手続きというのは、この三つなんですよね。まあ、もちろん、あの、計画して締結して、その後、あの、事前開示ですよね。事前開示手続きがあって、そして、え。ー 株主総会による承認ということになるわけですけどもだからこの手続きは、えー、もうちゃんと済んでますよということです。いうことです。そして本件合併契約には「丸1存続会社を撃つ会社消滅会社を弊会社であること」丸2「2弊会社の株主に対して合併対価として弊会社株式1株につき撃つ会社株式1株を交付することなどが定められたと。さてとこここれがなぜここに合併 合併対価がその株式であるってことが書いてあるのかっていうと実はこれが合併が効力を生ずるとどうなるかっていうとそれは「オツ会社」の株主にとっては「オツ会社」の株主にとってはですね「不利益」が生ずるんですね。オツ会社のの株株主,株主の持ち株比率が減っちゃうでしょ 株比率が、えー、低下してしまいますよねこれがだからその合併の差し止め請求における、えー、株主に受ける不利益なんですよね、えー、でそういうところがこれちゃんと問題文に忍ばせてあるんですねでこの場合において次の問題1曜日問題2に答えなさいなお問題1曜日問題2は独立した問題とするということになってますで問題1です。会会会社オツ会社社存続会社ですよね だからオツ会社ですからそのオツ会社の株式持ってる A さんの株式というのは合併が効力を生じ,して,もし生じてもですね A の持ってる株式は消滅しないですよね。これもしオツが弊外社の方の弊会社の方の株主だったら弊外社消滅会社ですから弊外社の株主は持ってる株式が消滅しちゃいますからそれだけでその、えー、不利益受けるってことになるわけですけども存続会社の株主なのでそこでは不利益受けないですよね。そここでやっぱりこの 持ち株比率の低下っていうのがこれがその不利益だってことを書かなきゃいけないってことになってきますわね。でオツ会社は株主総会の決議によっていつ決議したのかの年月日不明です。 本件合併契約の承認を受けるため、法廷の期限までに株主に対し、法廷の記載事項をすべて記載した招集通知を書面で発した。ここまでは問題ないです。ただし、オツ会社は、本件株主総会について議決権を行使できる株主の議決権の20%を有する大株主ですよね。株主 A に対しては、本件合併に反対の意思を表明しており、<laughs> これ表明しておりってどこで表明して,るって言ったか、あるいは会社に対して表明してたかはもう分かんないですね。つまりこれは株式買取請求権における、 反対の意思として会社に通知されたわけじゃないですよね、まあ、もちろん無理やり読み込んじゃってもいいんですけどもどうもそれじゃないらしいですよね。えーまあ、要するにあの、えー、差し止め請求をすするとに何が株主のの不利益なのかっていうことですね、えー、それをだからあの株式買い取り請求権にも持ってくるのはちょっと強引かなっていうことなので、まあ、上で。 持ち株率低下がこれ明らかですのでそっちで書けばいいよっていうそういうことだとは思うんですけどね、えー、で反対の意思を表明しておりその反対によって本件総会が紛糾するのを恐れて、えー、本件総会の招集通知を発しなかったとこれは招集手続きの法令違反ですよね。つまり承認決議の決議取り消し自由になるわけですよね。 でこのたため A は本件株主総会に参加するこことと。ができなかったとこれ何言ってるかというと今見た招集手続きの法令違反の治癒は下肢は治癒されてませんよと下肢のまま残ってますよってことを言ってるわけです。で段落変わりましてその後もま間もなくその後まもなくってことは本件株主総会の決議から3ヶ月以内ででしょってことですよね。その後まも,もなく本県株主総会が行われたことを知った A はオツ会社に本件合併の実施を断念させたいと考えている。 断念させたいって言っても上で見たように手続き丸丸一二丸 ② は全部もう終わっちゃってるんですよねその上でじゃあ断念させるってどういうことなのっていうことが問題になってくると思いますで本件合併の効力発生前の段階において A が会社法に基づいて会社法に基づいてっていうことですから民事保全法とか民事訴訟法は考えちゃダメですよってことですよねもちろん考えろって言ったってそれはなかなか考えられませんけどね取り得る最も効果的な法的手段を説明しなさいっていうことですよね で可能性があるものとしては決議取り消しの訴えとあるいは合併差し止め請求ということになってきますよねさあどちらでしょうかって言ったら場合に、えー、取材の趣旨ではですねこれは合併の差し止めで書きなさいっていう取材の趣旨が書いてあったわけですね。まあ、とりあえずそれに即した回答ももちろん用意してます。問問題題にに行行ききまましょう問題2に行きますと え問題2ですね平成30年6月1日本件合併契約の定めに従い本件合併の効力が発生したしかしその後オツ会社オツ会社存続会社ですオツ会社の最終事業年度にかかる計算書類において著しく多額の架空利益の計上が行われていたことが露見した本件計算書類は弊会社消滅会社である弊会社の本店において、えー、本件合併に関する事前開示事項として九州合併契約等 備え置き開始日から開示されていたものであったとこの開示は782条1項の開示です事前開示として要求されているものですねで段落変わりまして平成30年6月1日の時点において弊害者の株主であった B はこれ合併無効の訴えの話になりますけど低層権者の要件は満たしてますねと B は上記のことを知り本件合併の効力を争うことにした 平成30年8月24日の時点でこれは提訴期間6ヶ月という提訴期間はちゃんと守られてますねと提訴期間ないですねってことですよね。その時点で B は本件合併の効力を否定するために合併の効力を否定するんですから当然無効にするわけですね。会社法上どのような訴えを提起して訴えのの提起でですす。から形式の話です当然これは合併無効の訴えですよね。828条1項7号ですよね。どのような主張をすべきか 合併無効の訴えを提起した場合に何を主張するかそれは無効自由を主張するわけですよところがその無効自由というのが何なのかというと <laughs> それを書かなきゃいけないですけどもこれはその開示された内容というのが内容虚偽の開示ですからやっぱこれが無効自由になるんじゃないかとところが無効自由何が無効自由となり何がならないかというのは合併無効の訴えの828条1項7号を見てもですね何にも書いてないですよね。 だからそこで基準立てててななききゃいいけまませんねねっっう話になってきますわ、ねはい、でそういうようなことを問題文から読み取れるわけですけれどもでは、えー、取材の趣旨はどういうふうに言っているでしょうかというと、えー、まず本文は手続き上の瑕疵のある株式会社同士の吸収合併について 効力発生前と効力発生後に取りうる手段を聞いてますよと、まあ、それはそうですよねと。で問題1について合併契約を承認する株主総会の決議に際し株主への招集通知漏れがある場合において株主が合併の効力発生前に合併をやめさせるために取りうる法的手段について問うているそれはまあ分かりますねと。で回答にあたっては「合併の差し止めを請求すべきことを述べなさいと」とこっちの筋で書けっていうふうに言ってるわけですね。でこっちの筋で書く場合には えそれはもう条文がですねえ条文はえっと796条の2っていうことになるわけですから796条の2には2つの要件が必要になってきますそれが法令違反と株主が不利益を受ける恐れが恐れですねとなのでその2つを差し止め自由についてはその2つをえあごめんなさいこっちが1ですねえ何が差し止め自由にあたるかごめんなさいこっち2ですよね 差し止め自由差し止め自由。つまり法令違反が何なのかあこれごめんなさいこっちが1ですね差し止め自由法令違反が何,何なのか何条違反なのかそして株主が受ける不利益は何なのかその2つをちゃんと書いてねってことになりますよねただこの差し止め自由である法令違反これがちょっとねあのどうかなっていうところなんですけどねなかなか書きにくいところなんですけどねで問題2です で今度は虚偽開示という重大な歌詞がある場合において株主が合併の効力発生後に合併の効力を否定するために取るべき法的手段について問うているとで回答にわたっては合併無効の訴えを提起すべきことを述べるとともにここですよねまず形式は合併無効の訴えであるそしてその内容は合併無効原因が何なんですかっていうその基準を立ててねっていうことですよね。 でその基準について本問においてはその事前開示手続きの重大な瑕疵が株主や債権者にどのような影響を及ぼすかを踏まえながら検討することが求められてるっていうそこをまあちゃんと当てはめてねっていうことですよね。で答案構成を見ていただきますとまず、えー、合併差し止めバージョンこれがだから試験委員の先生が要求している回答の筋ということになります。 なので合併差し止め請求を書きますよってことですよとこで合併差し止め請求の場合にはさっき言いましたように法令違反と株主が不利益を受ける恐れというこの2つの要件を満たさなきゃいけませんよねと。でこの法令違反なんですけどもまあこれ疑問ですけど法令違反ってこれしかないですもんね議決権の20%を有する株主 A に招集通知を送ってないよとつまり299条1項違反っていうのをこれを出してもらうことになるわけですよね。 ただこれ招集通知を送ってないって言ったってそれ決議取り消し自由なんですけども決議が取り消されるまではその株主総会決議って有効じゃないですかですすかよねでそもそも合併の手続きはさっき問題文で丸付けしたようにですね合併の手続きというのはこの基本的には取締役会で原案決めて代表権のある代表取締役が相手方と交渉して締結してきてでそれを持ち帰ってきて株主総会の承認をするわけですよね。 でこの承認決議についてもただ決議に瑕疵はあるけれどもそれは取り消されるまでは有効ですよね。それを合併の法令違反っって言えるんですかねっていう疑問は今でもあるんですよ私、まあ、この数字でもちろん書いてきましたけどね書いてきましたけどでまあただまあ当然法令,法令違反といえばこれしかないですからこれ書いてもらうで株主が受ける不利益についてはそれは持ち株比率の低下さっき言ったように持ち株比率の低下を書いてもらえば いいってことですよねでそれ以外に不利益を受ける恐それとしては例えばさっき言いましたように株式買取請求権ができなかったと請求できなかったっていうのはこれ総会前に会社に対して反対の通知をしてませんからこれちょっと筋悪いかなと思うんですよね。あと合併対価が不当であるっていうのはこれは理由になりませんね。えー、まあ問問問題題題2ととのの比較で問題1でで1ははこここれな、えー、ないんすすよっっててが前提ににますからねさらねさ A というのはこれ存続会社の株主ですから合併の効力が発生してもその有する株式が証明するわけではありませんのでえその合併がなされたということだけで不利益を受けるっていう立場にはないんですねだからやっぱりこれは持ち株比率の低下を書かななきゃいけないけってことでしょうね。実はあの試験終わってからあの皆さん成績が返ってきてそれで何書きましたっていうのをこのツイッター上でずっとこう質問して,してですねそれで、 その開示された成績について「何書きました?」っていうのを DM って言ってあのダイレクトメッセージで送ってですねそれでその約50人五十数人の方から返事いただいてでまあ大体その差し止めで書いた人とえそのあれですね決議取り消しで書いた人がまあ大体半々ぐらいだったんですね。 でその差し止めで書いた人、まあ、本来主権委員が書いてほしい筋で書いた人の中で法令違反についてはまあ書いてる方、えー、もちろんいらっしゃいましたけども株主が受ける不利益これについてちゃんと書いてた人はほ,ほぼいな,い,いなかったですね。とりあえずその50数人人の中で書いててあるって人は二名しかかいなかったですでその2名とも内容的にはちょっとどうかなっていう内容でしたのでだからまあ相当やっぱり例年通り書けなくても受かってるなっていう感じはしますね。 はいそれでは問題2ですこちらはもう九州合併無効の訴えの定期ってことになりますわねですので条文は827条1項7号ってことになってきますで丸1 ① 2のこの九州合併の効力が生じた日から6ヶ月以内というのと九州合併後存続する株主が提訴権者として問題ないというこれ要するに提訴要件ですよね いつも言ってますように会社法上の訴えが問題になる時には提訴要件の問題なのかあるいはその提訴請求の内容の問題なのか形式の問題なのか内容の問題なのかっていうのがあるんですけどこれはあの両方書く問題でしたよね。提訴要件形式の問題そしてえその次が無効自由というこのえ内容の問題ですよね。 無効自由については明文の規定がないんですけどもこれはちょっと論点とてや論点ですね制限的に解釈すべきであろうとで要するに全ての法令違反が無効自由になるわけじゃなくてそうなるとその混乱しちゃいますからねだから組織再編行為の法的安定性を考えるとそうすると法令違反が重大であることそして差し止めの機会がそれによって奪われてしまったというそういうような観点から無効自由を成立していくべきなんじゃないですかっていうことですね。 で当てはめていきますと本文においては、えー、歌詞は虚偽内容虚偽の開示という重大な法令違反であるとでしかも差し止め請求の機会がそれによって奪われてしまったということになるのでこれは結論として、えー、合併の効力を阻止できる合併無効自由に当たるんだというようなところを書いてもらえばいいですねでこの筋で書いたのが回答がこれです差し止めバージョンですね あとはもうただこれをえ回答を文文章章に直した文章として表したたとて表だけですでもうこれ合併の差し止め請求を検討するって書いてあって本来はこれこれが最も効果的だからってことを書かなきゃいけないんでしょうけど最も効果的とは思えませんのでねだってこれその仮処分もしてないことが前提なんでしょ 会社法上ただまあ言ってみれば口頭でね口頭で合併やめろって請求してるだけなんですよ。それがね合併の効力を発生させる発生させないと言いましょうか断念させるために最も有効な手段であるとはちょっとね思えないのでまあ今更こんなこと言ってもしょうがないんですけどもだから合併の差し止め請求を検討するっていう,もうこういう形式的な問題提起しかできなかったですね。ととはさっっき言ったよううに法令違反が何なのかというのかい あとは、えー、不利益を受ける恐れが何なのかこれが要するに持ち壁率の低下ですよねこれを書いてもらえばいいんじゃないかということですよねはいあと問題には一応移しておきますけどもこれは特に問題は大きな問題はないですね縦位置が、えー、訴えという形式の要件ですねだから、えー、まず提訴期間の要件と提訴権者の要件は満たしてますよということを書いてもらって であと縦2では今度は合併の無効自由に当たるかという基準として法令違反の重大性の要件と差し止め請求の機会を奪ったかどうかというこの2つの観点から判断しますよということですよね。でそれはいつものように当てはめという形でリンクしてましてえっ、ー、と影響が大きいということとそれと差し止め請求の機会が奪われてると。 いうことですよね。これがこうリンクしているって形になります。はい、で、最後に、えー、株主総会決議。取り消しバージョンで、ええー、答案構成すると、どうなるかということですけどね。 でこちらはまず事例分析をして、まあ、問題文で見るように「招集通知が欠けてますねと」と「欠けてるからじゃあ合併差し止め請求できるんでしょうか」っていう問題提起をしてでこれは株主総会の招集手続きの法令違反だけれどもしかし取り消し判決が確定するまでは決議は有効ですねとだったら法令違反にはならないんじゃないですかっていう。 ことですよねでもし差し止めが可能であるとしても差し止め請求っていうのはそもそも総会決議に瑕疵がある蓋然性が高い場合に合併の効力発生前に手続きを停止して下支の有無について決着をつけるための手段的なものだと差し止め請求なんていうのはねでしかもこれ訴訟,が訴訟外でなされても無視されじゃそれまでだから実効性ないんじゃないかというのがまあ本音なんですけどね。 まあでもそうじゃないっていうんだったらまあでもこれで書いた人もあの半分ぐらい,いてちゃんと受かってましたからねあの合格率特に変わりないです、えー、決議取り消しバージョンで書いた人もです、ね、差し止めバージョンで書いた人も、うん、その特に、えー、合否についてはその大きく影響はなかったようですねで問題1だけ最後に回答、えー、差し止め請求バージョンのを見ていくとこんな感じですね。 今の,その問題文、答案構成をそのまま文章にしたのがこの回答例ということになります。<laughs> はいよろしいでしょうか。 はいそれでは、えー、これで論文本試験取材の趣旨の分析講座企業法を終わりますどうもお疲れ様でした